酒井のジャマイカです。はい、ということで今回もですね、Apex Legends Mobile やっていきたいと思います。皆さんね、結構 Apex Legends Mobile、最初の練習していく頃だと思うんですけども、初心者の方多分、どの武器が強い、どの武器が弱いとか多分分からないと思うので、ちょっと動画出すの遅くなったと思うんですけど、これから多分 Apex Mobile 始めていく方もいると思いますので、今回は、初心者におすすめの武器とか、これは持っちゃいけない、これは持たない方がいいとかね、そういう感じの武器のね、解説をしていけたらいいなと思っております。多分この動画が見終わる頃には、武器の全種がね、大体わかるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、最後まで見ていってください。ということで、早速皆さん行きますよ。せーの、やっていこうじゃまいかー。ということで、行きましょ。ってことでですね、まずはじめに、こちら、ショットガンですね。ショットガンのところから見ていきたいと思います。こちら、並んでる順にちょっと紹介しますと、一番上、こちらがですね、モザンピーク。この3番目。そして、2番目、これ、エヴァ8。はい。こちら、マスティフですね。で、一番下が、ピースキーパーとなっているんですけども、この中で、おすすめの順位をつけるとしたら、マスティフ1位、ピースキーパー2位、そして、エヴァ8 3位、そして、モザンピーク4位っていう順番で、僕は持ってます。ただこのショットガン全種なんですけど、初心者の方にはね、正直言ってめちゃくちゃ難しいです。とりあえずしっかり練習した上で近距離勝つとしたらさっきのランキング順で持つといいと思います。持つ武器構成としては、SMG とマスティフとかなんかそんな感じで、近距離戦やりたいよって方は片側をね、ショットガンにしていく必要があるんじゃないかなと思いますので、ショットガンを持ってみてください。そしてですね、このモザンピークなんですけども、これね、めちゃくちゃ難しいです、正直言って。正直言って、このね、僕もですね、このモザンピーク使いこなせないので、これに関しては、もう本当に持たない方がいいと思います。めっちゃむずいです。ある程度エイムが良くなってきたら、チャレンジとして持つのもありかなとは思うんですけど、基本的に持つのはこの下の2つですね。マスティフとピースキーパー持ってください。さあ、続きまして、ライトアーマーの武器ですね。こちら左上から、こちら P20、そして RE45、そしてこちらオルタネーター、RQQ、G7 スカウト、こちら R301 カービンですね。この中で解説しますと、まず一番持ってほしいのはこちら R301 カービンですね。一番下の。こちらは絶対に持ってください。こちら初心者さんにもね、使いやすい武器になってますので、絶対これは持ってください。で、この R301 を拾うまでの、つなぎとして持つもの。つなぎとして持つもののランキングとして、この RQQ、そしてオルタネーター。で、さらにこれらがなかった場合に RE45 ということで、連射できるピストルですね。この辺の3つを R301 が出てくるまでのつなぎとして持つといいんじゃないかなと思います。その他の2つ、G7 スカウトそしてこの P20 に関しては、正直持つ場面が基本ないので、持たなくて大丈夫です。なんなら初心者の方はね、絶対に持たないでください。勝てません。マジで。ちなみにここ2つは単発の武器ですね。この持たないでくださいって言ったものは単発の武器なので、指切りで連射していく必要があります。はい。結構サクッと紹介していってるんですけど、こんな感じで進めていけたらなと思ってます。この RQQ とか、ちょっとサブマシンガン系で結構反動が難しいので、RQQ 難しければ、オルタネーターの方が、反動制御はしやすいと思いますので、オルタネーター持っといた方が戦いやすいんじゃないかなと思います。実際どの武器でも、僕が先日挙げたね、反動制御の、エイムが良くなる裏技としてね、上げさせていただいた反動制御の動画があるんですけど、そちらの動画見ていただけたら多分どの武器でも使いこなせると思いますので、もしよかったらそちらも参考にしてみてください。よろしくお願いします。ということで、ライトアーモの武器こんな感じになります。さあ、ということで続きまして、エネルギーアーモの武器ですね。緑色。エネルギーアーモの武器です。上から、ディボーション。トリプルテイク、そしてハボック、エルスターとなってます。で、この中で持つべき武器なんですけど、こちらディボーションと、ハボックですね。こちら2つはめちゃくちゃ強いです。で、このエルスターなんですけども、結構意見分かれるんですけど、僕的には今までやってきた経験上、打ち合いの面ではそこまで強くはないかなと思ってますので、エルスターはこのディボーションとハボック、ターボチャージャーですね。あ、言い忘れました。ターボチャージャーです。このターボチャージャーがない場合は、使わなくても大丈夫です。特にハボックに関しては、最初ね、弾が出るまでがめちゃくちゃ遅いんですよ。この、押した!はい。押した!出る。めちゃくちゃ遅いんですよね、弾が。なので、ターボチャージャーがつくまでは、なるべく、ハボックは使わなくていいかなと思います。ただ、ディボーションに関してはね、なんかね、弾普通に出るんですよね、最初。だから別にターボチャージャーなくても、めちゃくちゃ強い武器なので、もしディボーション見つけちゃったら、こちらも最速で拾っちゃって大丈夫です。武器を拾う優先度としては、このディボーションと R301 カービン、同じぐらいかな。一番優先して持つべき武器となってます。よろしくお願いします。そしてこのトリプルテイクなんですけど、持たなくていいですね、これは。これはもう全然持たなくていいと思います。使うシーンがありません。利用毒性だ。
あトリプルテイク持つぐらいだったら多分スナイパー持った方が強いので、こちらに関しては持たなくて大丈夫です。まあ、そこそこ強いんだけどね、使いこなしたらって感じで。続きましてヘビーアームの武器いきたいと思います。はい、上から紹介します。上からウィングマン、フラットライン、フラウラー、こちらヘムロック、ほんでこちらが、サーティーサーティーですねとなってます。この中で持った方がいい武器っていうものは正直言って特にありません。まあ、ただ他に武器がない場合とかね、例えばディボーションとかカービンとかがない場合にヘビーアーモの武器を持たなきゃいけない場合があると思うんですけど、その場合はフラットライン持ってください。でこちらの武器に関してはそこそこ強い、なんなら反動制御すればめちゃくちゃ強い武器なんですよ。まあ、ただフラットライン持つんだったらこのディボーションとカービン持った方が正直言ってキル速は早いので、まあ、もし反動制御めちゃくちゃ極めててフラットライン俺はめっちゃ使いこなせるぜっていうタイプだったらフラットライン持ってもいいかもしれません。ただね、反動制御がねちょっと難しいんですよフラットライン。まあ、特に中距離とかの面に関してはこのねフラットラインね結構難しくて仕留めきれないことがね僕の中では正直多かったので、まあ、カービン、ディボーションのちょい下ぐらいに、このフラットラインを置かせてください。優先順位。他の武器に関しては正直持たない方がいいです。めっちゃ弱い。めちゃくちゃ弱い。まあ、ただ、このプラウラーだけなんですけど、専用アタッチメントがありまして、このセレクトファイアレシーバーというものがあるんですけど、こちらをつけることによって、こちらフルオートで撃つことができるようになります。で、これがね、正直言ってめっちゃ強いんですよ。僕は持たないんですけど、正直言ってめちゃくちゃ強いし、反動もなんかねちっちゃいんですわ。これがまた特に近距離、近距離のサブマシンガンで言ったら多分これが最強かなって思ってます。僕の中ではプラウラーのセレクトファイアレシーバー、まあ、ただちょっとね反動の癖がね若干ありますので、まあ、反動で言ったら若干カービンに似てんのかな。まあ、結構時計の速度がえげつないので、これはこのプラウラーはですねセレクトファイアレシーバーがあった時は、まあ優先して持ってもいいんじゃないかなっていう武器になってます。なんで初心者の方とかは、まあ、アサルトライフル、まあ何でもいいんですけど、例えばカービンとセレクトファイアのプラウラーとか、カービンとまあこの RQQ オルタネーターとかでも大丈夫なんですけど、アサルトライフルとサウマシンガンっていう構成も、まあ、初心者の方はありなんじゃないかなと僕は思ってます。連射武器で攻める、まあエイムの上達法とかに関してはすでに、まあ、感度とかエイムの動画とかね、まあ、たくさん上げてますので、もしよかったらそちらも概要欄貼っておきますので、まあ、ぜひ概要欄チェックしてみてください。でこのプラウラーはセレクトファイアなかった場合はこちら5点バーストの武器ですね。ダダダダンっていう、正直弱くはないんですけど難しいからこの辺は使わなくて大丈夫かなと思います。でこちらヘムロックですね。ヘムロックもこちら3点バーストバースト武器になってます。これも難しいです。あとウィングマンは単発武器ピストルですね。でウィングマンはスカルピアサーがついたらヘッドのダメージがえげつないことになるので、よいしょ、101ですね。武器としては強いんですけど、まあ、胴体45でヘッドが101ということで武器としては強いんですけど難しいので、これも持たなくていいかなと思います。あとサーティーサーティーに関しては本当にいらないですね。これはスコープを覗いている時にチャージして、まあ、そういう武器なんですけど、まあ、これも特に打ち合いのシーンでは使うことはあんまないと思うので持たなくて大丈夫です。というわけで続きましてスナイパーライフルですね。スナイパーライフル、これはね正直言ってランクマッチでめちゃくちゃ使われている武器になります。はっきり言って強いです。まあ、この3個ね全部強いです本当に。まあ、初心者の方でも結構簡単にキルできると言ってもいいんじゃないでしょうか。この辺は、まあ、止まってる敵に対してエイム合わせて打っていくっていう感じなんですけども、まあ、チャージライフルはちょっとずれてしまうとねダメージがカスダメになってしまうっていう、そういう特徴があるので動いてる敵に対してはねめちゃくちゃ難しいです。でスナイパーの中で個人的なランキングをつけるとしたら、まあ、1位ロングボウ、2位センチネル、3位がこちらチャージライフルになるかなと思います。でこのロングボウなんですけど、これ何が強いかっていうとこのスカルピアサーっていうのがつくんですよ。でスカルピアサーがつくとですねヘッドのダメージが138ということで、もう半分削れるのでヘッド2発で倒せるんですよね。で胴体も55ダメージ入るということで、胴体で4発で倒すことができるという感じの武器になってるんですけど、まあ、特に遠距離の場合ですね、ただアサルトライフルとかでは溶かしきれないような距離感でとりあえず撃ってみて、結構ヘッド入りやすいのでね、しかもヘッド入ったらラッキー程度に撃っとけば、まあ、結構使えるんじゃないかなと思います。まあ、ただ戦い方次第ですね。こういう遠距離からの戦い方もあるし、まあ、近距離ゴリゴリのねショットガンを持つ編成とかもあるので、そこら辺は人によって変わるんじゃないかなと思います。まあ、ただはっきり言ってスナイパーのエイムアシストがですねめちゃくちゃ強いんですよ。なんで、まあ、僕がね多分設定紹介したと思うんですけど、全設定、まあ、あれを多分パクったらエイムアシスト吸い付きやすい感じの設定になると思うので、まあ、その設定でスナイパー
使ったら多分結構楽しくできるんじゃないかなと思います。ぜひ使ってみてください。まあ、ちなみにスナイパーを持った場合の武器編成としては、まあ、自信がある方は、まあ、マスティフとか近距離のショットガン編成ですね、まあ、遠距離中距離が、まあ、確実にスナイパーで狙っていくもので、割った時に詰めていくとか感じでショットガンとスナイパーの編成を持つパターンと、まあ、自信ちょっとないよって方は、まあ、ここ固くね R301 カービンとかでスナイパーとカービン近距離勝つのがちょっと若干難しくなるんですけど、まあ、距離を保ちつつね、一定の距離を保ちつつ、まあ、中距離遠距離で戦っていく感じにすれば、まあ、ショットガンにも打ち負けないかなと思いますって感じですね。ってことで最後、物資武器見ていきたいと思います。上からこちらスピットファイヤー、そして真ん中ボルト、そして一番下クレーバーになってます。でこちらに関してなんですけど、この中で唯一めちゃくちゃ強い、一番強いよっていう武器を一つ挙げるのであれば、こちらクレーバーですね。こちらはね、今現環境シーズン1の環境を破壊している武器なので、こちら見つけたらちょっと正直練習していいんじゃないかなと思います。まあ、スナイパー苦手だよって方も練習しといた方が得なので、こちら練習してください。はい、ぜひぜひ。でヘッショワンパンで胴体がね145入るんですよ。まあ、なんで確実にアーマーが割れるし激浪になるので、あとはまあなんか撃っとくだけで勝つことができます。しかもスナイパーの武器ということなのでエイムアシストがやばい。まあ、胴体だったらめっちゃ座れますね。で他の武器に関してなんですけど、このスピットファイヤーはですね、アサルトライフルで、まあ、僕が持つ基準にしてるんですけど、例えば R301 カービン持ってて角マガが渋い、例えば白角とか白角章とかで角マガが渋いぜっていう風になった時はこの構成ですね。このショットガンと R301 の構成とかで角マガが渋いぜって思った時はスピットファイヤー持ったりで、ここに、ボルト持ったりっていう感じで構成作ってます。正直角マガがある場合、 R301 とかに角マガがね、まあ、ディボーションとかこの辺で角マガがある場合に関してはこちら持ち替えなくてもいいかなと思ってます。まあ、ただ弾数が60発とこちら34発あるので、まあ、初心者の方からしたら結構ね最初から弾数が多い武器になってますので、まあ、この辺に関しては持っていてもいいかなと思います。まあ、例えばこうやってガバったとしても、 もう60発あるから、まあ、適当にこうやってぐるぐるやっといても倒せるんですよね。なんだったら初心者にねめちゃくちゃおすすめこのスピットファイヤー、しかも火力も高いと。なんで見つけたらぜひね使ってみてください、スピットファイヤー。まあ、ボルトは別にそこまで優先して拾わなくてもいいかなと思います。まあ、サブマシンガンなんでね、ただただエイムアシストが座りにくくて難しいっていう感じなので、まあ、無理して持たなくてもいいかなと思います。さあ、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、持った方がいい武器、持たない方がいい武器、そして武器構成のお話をさせていただきました。まあ、ぜひ参考になったよという方はチャンネル登録、高評価、そして通知オンしていただけるとありがたいです。まあ、今後もね、いろいろな解説動画出していこうと思ってますので、もしわからないよってことありましたらコメント欄とか、まあ、夜9時からいつもやってる、毎日やってる配信とかで聞きに来ていただけると答えたり動画にできるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ってことで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。